はい、こんにちは、上岡慎吾です。いつもありがとうございますと。なんか今ね、上半身の服着てるとは思いますけど、なんかちょっと変な感じになってますよね。ここにこういうものが見えたり、こっちにもこんな感じだったりっていうところで、まあ鎖骨のね、骨折の固定バンドを今しているので、こんなちょっとセムシ男的な感じになってはいるんですけれども、今日7月の17日、その前の月曜日に、お医者さんに行って見てもらってレントゲン取って、そしたら、鎖骨が骨折してるんだというところで、あの経過を見るというところで、それから、次の日曜日が実は今日だったんですけれども、で改めてレントゲンを取ってきましたと。そしたらですね、鎖骨の右の鎖骨、ここですね、あのちょっとこの、動画だと左右が対あの非対称になってるかもしれないですけれども、とにかくこの鎖骨の骨折、だったとだけだと思っていたら、この肋骨、なんかね、胸痛えなってずっと思っていたら、上から3番目の肋骨も折れていたというところで、ねえ、もう2箇所、折れていて、まあ2本ゆえに、本当日本人というところを、なんかねジョークで言いたくなるようなところがあって、まあだからちょっとそこら辺のことについてもね、ちょっとね、語ってみたいなと思ってます。はい。でまず、ここに来る前の環境の、その前には、4匹の猫、シャミちゃんもうお亡くなりになっちゃったんですけどね、あとマックス、ヌキチ、タニアンの、4匹の猫たちと一緒に暮らしていましたと。で、それから、今から言えば、1年くらい前に某ね、ところの小平の、まあ劣悪な環境とは言いませんけれども、僕からしたらもう本当にもうちょっととんでもない感じのところだったんですけど、もちろんねありがたいなっていうところはもちろんあったんですけれども、結果的にもうね本当にっていうところがあって、でまあそこで本当に心の底から嫌だなというところがいろんな面からあったんで、で、次にあの行くところはやっぱりパラダイスにしたいなっていうところがあって、そういう面で、入居前に、事前に揃えておいた方がいいものだとか、あとはなんだろうな、こうそのパラダイスという意味で言うと、あのやっぱりこうパワースポットっていうか、なんていうのかな、自分が毎日生活するその場所っていうものを本当に快適な空間、ラグジュアリーとまでは言いませんけれどもにしたいなっていう自分なりの思いがあって、そしたらもうどんどんいろんな情報が、自分のところに、僕のところに、やってくるわけですよ、シャワーのように。そして例えば YouTube だとかを見ていたとしても同じようなことで、ああなるほどこんな感じなんだっていうところを、あの全部今回は、一挙に叶えちゃえばいいかなというところがあって、でとはいえね、一昔前だとあの100均なんてなかった時代からすると、結構もう今100均で事足りるようなものっていっぱいありますよね。で、うちの近所で言ったら歩いてちょっと15分ぐらいかかるけど、ダイソーがあったりだとか、バスで、ちょっと、行ったところにはセリアがあったりだとか、まあ今回僕がいるところが、東京の23区内ではなくて、ちょっと離れたところっていうのもあって、だからこれだけこと広い、スペースで、あのお借りすることができたっていうのもあるんですけれども、でその100均で、いろいろ揃えられるものはあの揃えで、まあね、他のもので言ったとしても、まあアマゾンで揃えられるものであっても、でアマゾンやっぱりあのなんていうのかな、海外のアマゾンとかも今あのハワイ系のあのチャンスさんかなのライブ配信今見て いたんですけれども、海外でもやっぱりアマゾンって安いみたい、普通にお店で買うよりもね、ずっとっていうところがあって、で今回ね、あのまだ別にあの今すぐ必要があるわけではないから、まだ買っていないっていうか、買おうかどうかもちょっとあれなんですけど、リュウジさん、料理系 YouTuber のリュウジさんがあのよく使っているマイクロプレーンっていうのがあって、ニンニクだとか生姜をこうやっておろすやつ、なんか見たことあるとは思うんですよ。あれね。
で今言ったマイクロプレーンもそうだし、あとのの字のスライサーっていうのもそうなんだけど、あの要するに人参のしりしりだとかをこうね、あの作れるようなその、調理器具なんですけれども、それを、Amazon で買おうとすると、まあ、あのすごくあの乱暴じゃなくて、ざっくり言うと、まあ、半額とは言わないけど半額に近いような感じでAmazon では買えると。でただ逆に豚の角に奥さんっていう点で言ったら、他よりもアマゾンだとすごく高くなっちゃってる商品とかもあるから、だからそこら辺はすごくやっぱり自分なりにリサーチ力というかいろいろ調べる必要はあるんだなっていうのはもちろんありますけど、でそういういろんなことを調べ上げながら、まあ、ほぼ、完璧な形でこっちに来ることが、できまして、だからまあ本当にこう、ちょっと残念なあの感じたところに僕はいたことによって、そこにいたからこそのこの反発心でもないか、だからほら、弓矢で言うとグググググって言ってポンのグググググが快適なとこ行ったらこれぐらいしか引かないけど、もう本当にクソーっていうところがあったからかなり引いてピュッてやったらすごいあの遠くまで矢が飛んでいったみたいな、そんな感じのイメージですよ。で、まあ実際にこっちに来てみて、まあ本当に連日あの動き回っていましたよ。まあ、必要なものがあれば、買いに行ったりだとか、あとこの近くにどんなものがあるのかだとかっていうののリサーチも含めてですけれども、で、もう正直な話ね、もう前のところのこのストレスというかいうのももちろんあったかもしれないんだけど、なんつうのかな。もうとにかくランナーズハイに近いような引っ越しハイみたいな、ハイハイハイみたいなあの感じなところがあって、でどうかねやっぱ疲れのピークっていうのがね、あのなんだっけあのあれね、アウトドアブランドでスノーピークでしたっけ、あのなんとかピークってありますよね、でそこのあの椅子をね、あの今日あの近くのアウトレットのところに行って座ってで見たら、わあ結構気持ちいいなっていうかすごく安定感あるのよね。でもそのあのアウトレットにもかかわらず7500円って書いてあって、ありゃーみたいに思って、まあそりゃそうだよなって思いながら、まああのミニマリストの話はまあ後でまたするんだけれども、まあそういうことでどうかね、引っ越し範囲のね、そういったものがちょっとプツンとねこう切れてしまったに近いような、ところがあって、要するにもうかなりこうお疲れモードになっちゃっていたみたいなのよ。でこう肩からこう落ちて、で、肋骨、折ってしまったっていうのと、右のこの鎖骨を折ってしまったっていうのと、右の胸の上から3番目のところの肋骨が折れていたっていうことが、まあ、新たに判明したっていうか、あの具体的に今日またねあの提示されたっていう感じだったんですけれども、でなんかなんていうのかな、僕は今まで骨折だとかしたことがなかったっていうこともあるし、あの病院に、入院したこともあの手術したことも何もなかったんだけれども、それをねあのようやく体験できたとまでは言いませんけれども、あの今回そうなることによって自分自身の人生をちょっとリセットおよび、ちょっとあの長期にわたる休みお休みをいただけたような、感じになっているので、まあこれはこれですごく、長い人生の中で初めて訪れたということで言ったら、まあいい、まあ良し悪しじゃないよね、まあそれを受け入れてもいいんじゃないかなっていうところに今言ってるんですよ。で、今ねあの宇宙開示だとかいろいろ進んでいますよね。あの UBI だとか BI もそうだし、まあ、あの Tier4B とかまあいろいろ言われてはいますけれども、そういうその新たな経済っていうところのあの移り変わり切り替わりっていうところもそうだかもしれないんだけど、そういうところもいろいろ含めて、まあちょっとねここでねあのお休みっていうのはねとってもね、自分自身あの
うん、で人生のお休みを、受け入れるって。でも長い人生ね、僕55年生きて55歳生きてきましたけど、その中でたかだか1ヶ月、まあ、仕事っていうか、まあ、お休みをいただくっていうことってどうなんでしょうね。そんなに危機迫ったことよりもやっぱしっかりもう50歳超えてますから、骨をくっつけるっていうところに、まあ、集中、全集中とまでは言わないけど、まあ、ゆっくり静養する、静養圏する、起用圏じゃなくて静養圏ね、うん、逆でもないか、うん、だからそういう点も、まあ、自分自身さっき受け入れるっていう話をしましたけど、まあ、そういうのもまた一つね、いいんじゃないかなっていうふうに思って、いるっていう話ですね、うん、ほんで、話題はどこに行くかと言ったら、こっからなんですけれども、まあ、いろんなアイデアが浮かんでくるわけですよ。で、今回今日17日であと13日ぐらいで、9月が終わりで10月に入りますよね。で、それまでの間も正直静養するっていうのはどういうことかって言ったら、静かに暮らすクワイエットライフってことなんで、かなり暇っちゃ暇なわけですよ。で、その最中ね、僕自身が何かできることがあるのかなって思ったんですよ。で、それをね、ちょっとかいつまんでお話ししようかなと思っているんですけれども。はい。で、こういう人生の休みに今入ったからこそ自分ができることとして、どっかに出かけていくっていうのは、かなりその体力的な消耗だとかっていうのもあるから、公式 LINE っていうのが僕は、やっているので、この動画のね、概要欄に、見てもらうと、クラブシンゴリス的な、僕自身の公式 LINE があるとは思うんですけれども、うん、その公式 LINE に、ご登録いただいた方から、この動画を見た上で、ちょっとね、僕に、相談というか話をしてみたいっていう、ことがあれば、直接公式 LINE の方から僕自身にメッセージをください。で、そうしたら、まあ、大体1時間ぐらいかな、を考えてはいるんですけれども、すべて今回、無料で、一緒にいろんな話をさせていただこうかなと思ってます。で、例えば夜で言ったら、僕はお酒を飲みながら、まあ、今もこうやって、ね、レモンハイを飲みながら、お話ししてはいますけど、僕はそのお酒飲みながら話したとしてもすごいベロベロになったりするわけでもないし、で、一つお断りをしておくと、こんな感じで顔出しすると結構そのネットの容量を食ってしまうっていうのがあるので、LINE の電話の時は LINE 電話の顔出しなしバージョンで、こうやり取りさせていただきます。ただし、とはいえ、例えば写真送ったりはできるわけですよ。そうやって通話してる時にもね。だからそういうところで、まあ、今こんな感じなんですよだとか、これまでのこういうのはちょっとじゃあ今から写真を送りますねとかっていうのもあったりするかもしれません。というのが、なんでこんな話を今してるかって言ったら、昨日の夜なんだけど、だいたい2時間ぐらいかな、まあ、僕のクライアントさんで一番長い、まあ、今ではすごく友人関係というかさせていただいているマチコさんといろんな話をさせていただいたんですよ。で、まあ、それは、もうマチコさん今結婚して、で、まあ、あるところに住んではいるんだけれども、大阪方面でね、うん、で、まあ、いろんなことがあってちょっと、また、ほにゃららほにゃららあってっていうことだとかっていうのがあって、で、僕自身はまあいろんな紆余曲折僕自身もあって、で、今回ここに来ることになったんだみたいな話があって、で、やっぱりその打ち解けた感じの中で、まあ、いろんな話をしたり、で、僕はアドバイスっていうよりも、まあ、こういう感じのこともあるかもしれませんよねっていうところで、セッションを僕がやっていた時のそのなんていうかな、すごく感性を研ぎ澄ませてその何かやるとかっていうことではなくて、あくまでそのなんていうかな、普通に寄り添い合いながらこう会話をすることによって、まあ、すごく、うん、癒し癒されみたいな、そんな方向性の話なんですよ。
はい、まあ、今回ねこんな感じで僕自身のね、暇な時間とは表現しましたけれども、このなんていうのかな、骨がくっつくまでの時間、西洋圏の時間っていうのができたので、まあ、そこをちょっと有効利用、誰かのね役に立つような時間にできたらいいかなと思って、こんなお話をさせていただきましたというところで、まあ、もちろんご依頼いただく中でちょっとね、うんっていうことだとかっていうのが出てくるかもしれません。今のところはもう全然考えてはいないし、そういう人は僕のところからちょっと離れていただいてるから大丈夫かとは思うんですけれども、ただ本当そういう一部のこともあるかもしれないんだけど、そっちを見るんじゃなくて、やっぱりね例えば上岡さんと、セッション、申し込みたかったけどちょっとお高くて、なかなかだったけど、今回無料というところで、まあ、ちょっといろんな話を、聞かせてもらったり、自分もしてみたいなって思う方もいらっしゃるとは思うんですよね、うん、だからそういう方はぜひお申し込みというか公式 LINE から申し込みページだとか申し込みのフォームだとかっていうのは一切ないので、僕自身の公式 LINE にご登録いただいたら、で僕にメッセージをすればそれがそのまま直接僕に届くんで、でそれでじゃあ今日の夜やりましょうかだとか、あさってのみたいな夜とか昼やりましょうかみたいな感じで、個別、すべて個別ケースで、やっていければいいかなと思っています。うん、はい。で、今回その Amazon でいろんなものを注文した中で、なぜか知んないけどこの Amazon なんだっけ、プライム、 Amazon プライムに入ることに、なんか知んないけどなってしまって、で Amazon プライムであれば送料が無料っていうのもあるんだけど、Amazon プライム、そっか、当てた Amazon プライムね。で Amazon プライムに入るとプライムビデオっていうのが見放題になって、でまあこうやってね西洋圏しなければいけない中で、こうパソコンで僕は見ていて、うちはテレビはないんですけれども、まあ、いろんな、動画だとかも YouTube 以外でも見れるという点で言ったら、確かなんていうのかな、月々600円ぐらい、払うっていうことみたいだけど、まあ、600円でね、まあ、数ヶ月過ごして、でもうちょっと僕は Amazon プライム、 Amazon で何か新しいね、商品を注文するっていうことが今のところは考えていないんだけれども、ちょっと、なんていうかな、何にも本当にない中でちょっと横になったりこうできる、その椅子の代わりになるようなものっていうのをちょっと今考えていて、それはどんなものがいいのかなと、で、なるべくそのものは置きたくないのでっていうところがあるから、ちょっとそこら辺が自分の中でまとまったらもしかしたら注文することになるかもしれないんだけれどもっていうところがあったり、うん、そういうところもあるから、まあとりあえずはこのプライムビデオも見れるしっていうところで、まあ、ちょっと過ごしてみようかななんていうふうに思っているんですよって話ね。はい。で、この最近のマイブームが2つあって、大きく分けるとね、で1つは手でちぎったキャベツに、塩昆布をかけて、そして堀西マイブーム、うん、っていうところがあって、でごま油かけたりだとかごまかけたりとかっていう、そのね、お酒のつまみみたいなのが一つで、もう一つは、YouTube のチャンネルで風の民さんっていう女性の、まあ、ミニマリスト的なね、まあ、さっきミニマリストの話で最後にするって言ったその話なんですけど、結構ねこの人のこの考え方だとかっていうのをこう聞いてるとかなり面白いなっていうところがあって、究極の話、ご飯っていうのは白米と味噌汁さえあればいいっていう発想の方だったりするんだけど、まあ、そこに至るまでの紆余曲折というか、そういうのも聞いても面白いしっていうのがあって、でそのミニマリストに関して僕自身が思うことっていうのを最後にお伝えしておきます。で、ミニマリストを考える対局としては、YouTube でも例えばニトリこれだけはマストバイみたいな、そういうとにかく物を買わせようとする、こんなにいいものがあるんだからと本人は思っているのかもしれないけど、ちょっとね
はい、でちょっとね、よく考えてみれ見たら、うんっていうところがあるものって結構いっぱいあるとは思うんですよ。うん、でその百均もそうだし、ニトリとか、コストコだったり、その要するにそのお店、スリーコインズだとか、まあ、そういうのもそうかもしれないんだけど、例えばだけどっていうのがあってね、あ、これ本当に便利だよなって一緒に一瞬思いながら、でもそれって本当に必要なのかっていうものがあったりするわけ。例えばだけど、あの味噌汁のその味噌を、計量する、なんか中に味噌の中にグイッて入れて、でくるくるくるってプッてやると、だいたい2人分ぐらいの味噌が出てくるっていう、こういうね、あの感じの、鉄で、できたものがその100均とかにあるっていうのがあって、で僕もね、一瞬、すごい便利なのかなと思ったけど、ちょっと待てよと、じいちゃんばあちゃんとか、ちょっと前の世代の人ってこれ必要としてこんなものねえよなと、普通にスプーンとかでこうやって溶いていたりするんじゃないのっていうふうに思ったりするものっていうのは結構意外なほど大きかったりして、まあ例えばマキタの、掃除機が本当に必要と、あとちなみにうちのゴミのところって24時間捨てられるところがあるんだけど、そこにダイソン捨ててあったからね。うん、でこんなところでダイソン必要なのかっていうところがあったり、それだったらもうまめに毎日クイックルワイパー、クイックルワイパーの経由からです、ちょっとお見せしますね。はい、これでございます。これね、これ、うん、で今ちょっと髪の毛がブラーンってなっていたりするんだけど、ここの部分が、壁とかにこう置いたりすると、こうなんていうのかな、滑り落ちたりしないような作りになっているから、すごく作り勝手がいいっていうのと、あとこの部分がちょっとこう平面になってるんじゃなくて、少しこうなんか、うん、こう曲がっているというかっていうのがあって、でいろんなものをね、吸い取りやすいっていうか、こう取りやすいっていうのがあって、で実際にこれ、こういうものって例えばだけど、僕今これ右手でこれができないから左手でこう持ったりするでしょ。そうするとそのグリップを握った時の感触の良さって、これ感じたこと、考えたことありますかってことだったりするのよ。いわゆるこんまりさん、うん、片付けのね、本の人が手で触った時のその自分自身が直感として、心地よく感じるかどうかっていうものとか、ああいうのともすごく似ている話なんだけど、触った瞬間に何かしらこう分かるんじゃないかなっていうところがあったりするわけよ。この手のひらセンサーのすごく重要な部分とかっていうのは、自分自身のその直感に働きかけてくるものがいっぱいあったりするっていうところがあったりして、うん、だからバッグだってそう、バッグを持った瞬間に思うことがあったり、まあ、その全てにこうある中、当てはまる中で、僕自身は今回このねグリップを握ってみて、ああなるほど、うん、これすごいめっちゃええんちゃうっていうところがあったりだとか、うん、で、最後にお伝えできることっていうのは、物に頼りすぎないっていうことね。物に頼りすぎるってどういうことかって言ったら、もう日々、もうあんなものあるよ、こんなものあるよっていうことを、例えばテレビっていう媒体が分かりやすいと思うんだけど、今だったらこんなにね、便利なものがいくらでどのこの、買えますよみたいなのがあるかもしれないんだけど、そもそもそれっているのっていうところをちゃんと自分の頭を働かせて考えてみたら、いやそれってさ、別に今他のもので代用したっていいじゃんっていうふうになることっていうのが多々多かったりすると思う。もちろん全てがそうとは限らないんだけど、だから今この物にあふれる時代の中で、そのミニマリストの話につながるわけだけど、何でもかんでも物を減らせばいいっていうだけじゃなくて、よく自分の頭の中で考えて、それって本当に必要なのかっていうところまで考えた上でやっていくと、本当に自分の人生が豊かになっていって、で余計なものがなくなるっていうことは、それだけ余計じゃない自分が本当に幸せで豊かに感じるものにこう集中とまでは言わないけど、
はい、だから自分がやっぱり心地いいっていうのはこういうことなんだろうなっていうところがちゃんと自分の中で腑に落ちるかどうかってすごい重要ね。腑に落ちた瞬間にあ、うん、こうだったよなっていうのがあって、でその時にやっぱり物が多い生活をしているとどうしてもこうなんていうのかな、自分の頭の中、うん、魂だとかいろんなところでノイズが生じていくわけだから、そういうものを圧倒的に、まあ、排除というかなくしていけばまたねさらなるこういろんな、自分自身のこう思いというか直感というか、うん、暮らしをより潤わせていくっていうことができるんじゃないかなっていうふうに思って、で、時間もお金も少しこう余裕が出てくればまたそういう使い方ができたりもしますよね、うん、っていうのにやっぱり改めて感じるし、でそのお金の余裕ができたらっていうことで言えば、まあ、光熱費とかバンバン今上がっている中で、うん、そのお金に対する不安っていうのも、まあ、ちゃんとしっかり今回もこれぐらいでできるかなっていう、で今回のこれくらいでできるかなっていうところで一番やっぱり家計を圧迫する部分っていうのは食費だったりするかもしれないんですよ。特に一人暮らし二人暮らしも、二人暮らしはね、うん、まあまあでもそうだね、家族っていうお子さんもいるようなところからすると抜本的に食費を改善するっていうか安上がりにする、例えばそれは業務スーパーを使うだとか、まあ、いろいろ、ところでこう聞いたりすることあるかもしれないけど、特に一人暮らしの方で、毎回外食ばっかりしているとやっぱりねお金がかかってしまうわけですよ。ところが自分で米炊いて肉焼いて魚焼いてとかっていうことができて豚汁作ってみたいなことができればもう限りなくその日 2,3 日ぐらいお金使わないっていう日が出てきたりもするわけですよね。だからそういうところもいろいろ鑑みてみると抜本的なこの改善策の中にそのミニマリスト的に、生きてみると、例えばその冷蔵庫の中に余計なものを溜め込まないっていうこと一つを取ったとしてもその余計なお金を使わないで済むだとかっていうこともそうだし、だからそういうの全てをいろいろ今回僕自身は、このね鎖骨の骨折と肋骨上から3番目折れちゃったっていうところもそうかもしれないし、で結構他もちょっとひびが入ってるかもしれない、ひびはね比較的ね早めに治るみたいね、うん、っていうまあそこら辺も、これを経験させられているっていうことは結局そういうことに気づけよっていうか気づかせるため、だったんじゃないかなっていうふうに受け止めているんですね。じゃあちょっと話をまとめます。はい、ということで、今回話してきたことを、まとめると一言で言うならば、新たな環境に自分がやってきたりするとまた新たなことがやってくるよと、やってくる中で今回は骨折っていうのもやってきてしまってはいるんだけど、まあ、それ以外にやっぱりああこういうんなね本当ありがたいことがやってくるんだっていうことも多々ありましたし、これからもあり続けるんだろうなっていうのがすごく自分自身がよくわかるところでもあるので、うん、で今日のこの動画の中で途中で語った、公式 LINE で、僕自身にメッセージしていただいて、そうすると今回この西洋圏のこの時間の中で僕自身もう全て無料でいろいろ一応1時間ぐらいを想定させていただきますけれども、ご希望の方に関して言えば、そうやってこう話してみたいことだとかっていうことに対して僕自身が答えられる限りこういろいろお話しさせていただけたらいいかなっていうふうには思っています。はい、どのくらいだろうね、まあ、大体30分ぐらいの動画になればいいかなというふうには思っていたので、どうなんでしょう。はい、はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。もうね、うん、こういろんなことが新たに起こっていますけど本当に幸せに過ごしていますので、機会があったらぜひ、また交流しましょう。